監督さんネーム、アノンさん。うん。広瀬さん、赤澤さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんばんは。いつも楽しくラジオを拝聴しています。うん。赤澤さん、初のブルーラジー待ってました。放送を楽しみにしてます。ありがとうございます。うん、お二人が演じられている、三角くんと和成くんのため年ダブルスリーペアは、夏組のお兄さんズでもありますよね。うん。年下組のことを弟みたいに可愛がっているんだろうなと思うとほっこりします。うん。そこで質問なのですが、はい、もし、広瀬さんと赤澤さんに兄弟ができるとしたら、うん、どのキャラクターを兄や弟にしたいですが、お聞かせくださると幸いです。これ気になる。お姉ちゃん。あ、じゃあ監督さん？あ、そうかも。監督さん？そうかも。監督ちゃん。でも監督さんは絶対いい兄弟にいたらもう楽しいよ。多分めちゃめちゃ甘えると思う。いやー、そうだね。甘えるよね、うん、なんかいろんなところで甘える気がする。なんか、ね、欲しい言葉くれるじゃん、うん、優しいしね。そう、ずっと見ててくれるし、でかつ優しすぎないじゃん。そうだね、ちゃんとダメなところはダメって言ってくれるし、うん、それぞれの人に向けた言葉をかけてくれるからね、うん、確かに。お姉ちゃんの、あ、いいですか、じゃあ僕お姉ちゃんって。お、全然ありだと思う。はい。僕か、はあ、てんてんじゃんと思うじゃん、うん、違うの。つづるかな。あー、いい。輝きだしさ。いいね。え、それはどっち、どっちが届くじゃん。弟にしたいの？お兄ちゃんにしたいの？弟にしたい、お兄ちゃんにしたい。うん、どっちでもいい。あ、もう、とにかく、つづるであれば。とにかく血縁関係にいれば。つづるであればどっちでもいいな。なるほどね。うん、どっちもあり。確かにな。一家に一つづるいると絶対になんか、もう世界が平和になる。いいね、一家に一つづる。もう欲しいなと思ってますね。はい。